篠原さん。私の病気あまり良くないんです。今は薬で症状を抑えてるんですが、それもずっとはダメで。こんばんは、私です。翔子さん、今晩泊めてもらえないかと思って。中学生の翔子ちゃんとはどういうご関係ですか？両方とも私、牧野原翔子です。私、時々大きくなるんです。牧野原さん、牧野原さん、どうなってんだよ。なんでまた今なんだよ。大丈夫だよ、必ず治ります。作田くんの心の傷も、その胸の傷も、私が治してあげるから。私が必ず。どうかしてんだよ、翔子さんは。このままじゃ終われない。頼む、間に合ってくれ。作田には私との未来を選んでほしい。それが私からのお願い。なんで私なんですか。私だって生きたいんです。作田くん、作田。全部僕が持っていくからさ。翔子さんと過ごした時間も記憶も全部一つ残らず僕が未来に持っていく。バイバイ、作田くん。青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない。